こんにちは、シュタインバッハ大学の石川です。ご視聴ありがとうございます。ロシアが占領しているウクライナ南部ザポリージャ州メリトポリで、29日未明にウクライナ軍による高機動ロケット砲システムハイマースを使った攻撃があり、メリトポリでは停電が発生しました。メリトポリはクリミア半島から東部戦線へのロシア軍の最も重要な兵站補給ルートの一つで、ウクライナ軍はロシア軍の兵站の途絶を狙ったものとされます。今日はこのことについてお話します。この映像は3月29日に SNS にアップされました。ウクライナ南部ザポリージャ州メリトポリに爆発音がこだましています。ウクライナ軍が高機動ロケット砲システムハイマースを使ってロシア軍の鉄道輸送を止めるために、機関車の停車場や鉄道近くの変電所を砲撃したものとされています。ウクライナ軍による攻撃があったのは、ロシアが占領するウクライナ南部ザポリージャ州メリトポリです。メリトポリは、ウクライナ南部の物流のハブとされる、ロシア軍の兵站にとって今最も重要な拠点の一つです。もしこの補給のハブが途絶された場合、ロシア軍の前線に届く武器弾薬燃料が激減することにつながります。ウクライナ軍はそれを狙ってハイマースで攻撃を仕掛けたものとみられます。この映像は3月29日に SNS にアップされました。メリトポリにある変電所のトランスから煙が上がっています。トランスの隣には鉄道が走っています。この攻撃で鉄道輸送が止まったことは想像に難くありません。メリトポリの当局によれば、機関車の停車場も砲撃を受けたということです。ウクライナ東部戦線のロシア軍は弾薬や武器が不足して補給が全く足りていない状況が現場のロシア兵たちの声で SNS に上がっていますが、メリトポリの変電所がハイマースで破壊されたことで、ロシア軍の兵站はさらに遅延することになるのは必至です。今日はここまでにします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンもお願いいたします。それではまた。